続いてはこちら。ゆゆゆで三文字作文。どういうテイストなの？このコーナーではビーズライブからすっかりおなじみになったあいうえお作文の3文字バージョンをリスナーさんから募集していきます、うん、前回はですね、私たちが試しにゆうなの3文字作文を作ってみましたが、うん、なかなかにね、3人ともすごい頑張ったよね。まあ頑張ったね、やっぱりなといえばこうなせば大抵なんとかなるみたいなね、まあね、浮かんだりとか、まあいろいろ各々ありましたけれども、うん、はい、それではですね、はい、早速紹介していきましょう。でも今回さ、ゆゆゆでしょ、全部ゆだよ。でも今回あのかなり届いたんですよね。だってね、書いてあるもん、ね、書いたことをなんて言わなかったの。そうだ、ね、これ収録の直前にわ書いてある、やべえ数来たって、これ言わなきゃ的なノリで言ってたのに一切紹介 しないまま進もうとしました。さっきの感想だったの。わやべえ数来たって書いてあると思って、ラジオで勇気なかったのそれ。勇気ないのに、なぜ台本に書いた。あのおっしゃってたので、ディレクターさんがやべえ数来たっておっしゃってたので、なるほど、ね、そうなんですねと思って、メモの使い方がね、こう人とはちょっと違うんですね、きっとね。ということで本当にね、300通以上すごいのです。はい、その辺もちょっと含めまして、ちょっとねかなり期待できると思いますんで、新コーナーですよ。じゃあ紹介していきましょうかね、うん、はい、マイペース部員からいただきました。ありがとうございます。じゃあみんなでいきましょう、うん、せーの、ゆゆゆのゆ、ゆうみさん、ゆゆゆのゆ、ゆみさん、え、ゆゆゆのゆ、せーの、ゆ、ゆみさん。いや、むしろこの SE 何？じゃーんつってるけど、うまい、これうまい、マイペース部員うまい、さすがです。これはうまいのか、なんか今日のね、このラジオの流れに乗ってるね、うん。あ、この流れがもう分かってたと。まあでもそれはたまたまってやつだね。あ、バッサリいくね。乗っかるかと思いきや。あ、はい、ではでは、嬉しいですね、ありがとうございます。すごい素敵な由美さんへの叫び、はい、受け取ったよ。あ、今のは締めだったんだね。あ、分かった、次のお便りにいたのかと思わせて、ね、締めをするという。びっくりしちゃった今。ニュースタイム、ニュースタイム、それが照井遥か。そう、次のお便りはね、はい、そう、今ペイントをかけていたよ。ペイント、ペイント、あ、ペイントね。色塗っちゃったのかと思った。ペイントもかけようじゃ。あ、いいよいいよ、はい、大丈夫、ありがとう、読んでくれ、いくよ、うん、ウラルー部員からいただきました、ありがとうございま す。せーの、ゆゆゆのゆ、ユニバーサルな女性声優パルニャス、おー、ゆゆゆのゆ、ユニバーシティに行ってるともよちゃん、おお、ゆゆゆのゆ、ユミさん is good。 なんてね、またこの一時入る SE でまた笑っちゃうんだよな。だって今のユミさん is good じゃーでしょ。こう英語を入れていくスタイルね。素敵。ああ、なるほどなるほど。確かにユニバーシティね。あ、ユニバーサルなんだ。確かにね、アメリカ行ってきたもんね。そうだね、うまいね、お上手でございます。いやいやいや、面白いな。いや本当、いろいろ届いてるな。ユーミンのお便り行ってみましょうか。はい、行ってください、はい、双子座の変人部員からいただきました、ありがとう、ありがとうございます。せーの、ゆゆゆのゆ、勇気を持って聞きます、ゆゆゆのゆ、ユミさんは、え、せーの、ゆゆゆのゆ、幽霊は苦手ですか。ねえねえ、最後のオチのセリフをそんなね投げやりに言わないで。お好きですか、あ、苦手ですか。あ、でもどうなんですか、どうなんですか、苦手ですか、そこのところどうなんですか、どうなんですか、早くお答えくださいよ。見えます、待ってるんで、パシャ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 、私見えます。どういうことですか、ちょっと詳しくお聞かせいただいてもいいですか。今あなたの後ろに、具体的な状況を説明していただいてもよろしいでしょうか。本当に怖がってるんですけど、パルニャスが。私はゴッドです。ユミ is gone。 結局結局ユーミンが苦手か分かんなかったよ。っていうか、ユって言ったらそうなってくるのかしら。あ、そっか、ユミさんです。なるほどね、じゃあじゃんじゃん、なんかユミさんって大喜利みたいになってきたぞ。本当ですよ、ちょっと怖かったし、なんだよ。なんだよ、ごめんね、何もないよ、大丈夫よ。じゃあ後で怖い話はいっぱいしてあげるね。大丈夫です。続きまして、はい、
なみにこの人何通来た？ま、もうあのそれ動きじゃないから動きじゃないと分かんない。2センチ、2センチ、だから全体の4分の 1ぐらい来てます。何してんの普段？そこは深く突っ込まないで。さあどうぞ。せーの、ゆゆゆのゆ。ゆっくりと深呼吸して、ゆゆゆのゆ。ゆゆゆタイトルコール行ってみよう。ゆゆゆのゆ。ゆゆ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 のゆ。噛んじゃった。これユミ is god。 違う違う、私噛んでないよ。あ、これ全部ゆゆゆゆ。あ、噛んじゃったまでね。あ、噛んじゃったまで、うんうん、あ、そっか、もっとゆゆ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 。あ、噛んじゃったってやればよかったのかな。あ、ありがとうございます。なるほど。続きましてほぼ広げず、はい、続いていこう。東郷美守のようなもの部員さんからいただきました。誰なんだ。せーの、ゆゆゆのゆ。ゆうなちゃん。おー、ゆゆゆのゆ。ゆうなちゃん。お、お、ゆゆゆのゆ。ゆうなちゃん。でもこれわかるわ。わかる、うん、絵が浮かびました。うん、なんか泣いちゃう。すっごい顔でやってたよ今。最後顔ひどかったよ。すごい、よかったよ。やった、素敵だった。うん、東郷さんの思い、うん、東郷美守のようなボール。でも確かに、うん、東郷さんがアニメ本編で、うん、ゆうなちゃんって言ってる回数は一体どんだけ言ってたんだろうなって思うぐらい読んでましたからね。うん、でもゆうなも東郷さんってめっちゃ言って。確かに、うん、あ、今度数えてみます。確かに、しかも東郷さんの数えてみる。数えてみる。あ、でもちょうどね、あの再放送も始まってますから、うん、皆さん今から数えてもいいんじゃないですか。うん、うん、まあ、数えるためにパッケージ買うっていうのもいいですけどね。さすが。はい、今週は以上です。はい、いや面白いですね皆さん。すごいわ、うん、なんか最初ゆうゆうゆうだから相当難しいんじゃないかなと思いましたけど、うん、やっぱりちゃんと皆さん私たちと違って、うん、ちゃんとゆうきゅうなに絡めてきてくださってる。そうなんで、やっぱゆうって難しいですよね。こうやっぱりあの他のコーナーで忘れかけてるこのね作品をちゃんと皆さんここで思い出しましょう、もう一度。いや本当そうですよ、うん、いや、ね、ゆうって本当難しいんですよね。なんかゆうってあるとやっぱゆみさんの大喜利みたいになっちゃうから、うん、やっぱゆうって本当難しいんですけど、次のお題はゆうしゃになります。ちょっと下手くそか。絶対わかったぞこのノリ。今のだいぶわかったぞ。頑張ったんだよな。パンツ見えてるやん。キャーもう大丈夫よ、動画じゃあるまいし、もう見せていくスタイル。やめて、私が許さん。ユミズゴーツ。やべえ、これ使えていくパターンだなこれ。今度許可が下りたら、うん、ユミーズゴートって T シャツ。あ、欲しい。欲しくないだろ別に。いらないだろ。着るで、ユミさんが金の全身タイツ着て、うん、公園にやって写真背中にプリント。最悪。誤交差してる。素晴らしい。はい、はい、シャ、なんかゆと、うん、うとシャのゆうしゃで3文字で送ってきてくださいね、うん、皆さんからの作文をですね、まあ、楽しみにしています。ゆがありますからね、はい、また今回はねかなりレベル高いと思いますので、すごい面白かったです。ぜひ ね、次回も諦めずに、なるべく諦めないというね。そう、諦め、ただそこで試合、それ違うやつ、違うやつ。作品違う。なるべく諦めない。諦めたら事件は迷宮入りだからね。おっと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 、いろいろしちゃったよ。ということで以上、ゆるゆで3文字作文でした。ユミ is god。 結城優奈は勇者である。勇者部活動報告。